ミハイル・バシー・リエヴィチ・プレトニオフは、ロシアのピアニスト、指揮者。1957年、ソレン・アルハンゲリスクに生まれる。両親ともに、音楽家で、幼少期から学祭を発揮した。13歳で、モスクワ音楽院に入学し、ピアノを、ヤコフ・フリエールとレフ・ブラセンコに指示。1978年に、チャイコフスキー国際コンクールで、金メダルを獲得し、 国際的な注目を浴びるようになる。1980年代後半にバージンクラシックスと契約してピアニストとして国際的に録音活動を始めるが、1990年にソ連で最初の施設オーケストラ、ロシアナショナル還元楽団を設立して指揮活動にも熱を注いだ。現在はドイツグラモフォンの専属アーティストとなり、ロシアナショナル還元楽団の芸術監督も 勤めている。指揮者として、また、ピアニストとして一度ずつ、グラミー賞に入賞している。ピアニストとして、得意とするレパートリーは、スカルラティ、ベートーベン、ショパン、スクリャービン、ラフマニノフ、プロコフィエフで、自分はウィルト・オーソではないと、たびたび発言しているが、カーネギー・ホールでのデビューコンサートを行った際は、アンコールでバラキレフのイスラメイを演奏し、 長州から大喝采をさらった。ラフマニノフのルュゼルンコハンの別荘では遺産のピアノを持ち、存命中のラフマニノフの演奏風景を再現して録音を行った。2006年にベートーベンのピアノ競争曲全集を録音した後、一旦ピアニスト活動を引退したが、2013年にピアニスト活動を再開し、2014年には日本公演も行った。また、 チャイコフスキーのバレエ音楽、眠りの森の美女や、くるみ割り人形をピアノ独創用に編曲し、ムズイカ社より出版した。超絶技巧を凝らしたトランスクリプションで演奏技術の要求は非常に高いが、それゆえに他のピアニストからも支持されている。プロコフィエフのシンデレラは二大ピアノ用組曲版をマルト・アルゲリッチとの共演で録音している。指揮者としては、 チャイコフスキー、ラフマニノフ、ベートーベンの公共曲全曲並びに、ベートーベンのピアノ競争曲全曲を録音している。また、プロコフィエフのバレエ音楽、シンデレラも全曲録音している。2017年にも来日公演をこなした。ポピュラー音楽の分野では、主兵ロシアナショナル管弦楽団を率いて、小林武氏が作曲した映画、ゲートの主題歌、 ゲートを録音し、伊藤ゆ奈と共演した。吉澤ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公読書、2006年2月10日、88ページ、ISBN4 から7872から7208、X ハット、特別企画連載第1回、巨匠ミハイル・プレトニョフ復活、SKEX との出会いをきっかけに、 2021年2月21日へ閲覧。来日公演情報。ミハイルプレトニョフ、ミハイルプレトニョフ来日公演情報。2021年2月21日へ閲覧。ありがとうございます。